それで自衛隊とか他の警備とかそういうので、なんか違うらしい。あ、自衛隊は自衛隊で今来てますね。ああ警察とは違います。同じ警備こうじゃなくてこうだったりこうだったり違ったりとか、もちろん米軍とかそういうのも違います。また違ってくる。クーレっていうのは全部統一されたものだった。皆様、本日はようこそ岐阜基地航空祭においでくださいました。ただいまから F4EJ 戦闘機の作動展示を行います。作動展示にあたり、お客様に注意していただく事項をお知らせします。この作動展示は、非常に強い力を発生させる装置を使用して航空機を作動させるため、危険ですので、決して柵内に立ち入らないでください。特にお子様連れの方はお子様と手をつないでご覧いただくようお願いいたします。今回の作動展示を行う F4EJ 戦闘機の油圧装置は航空機用の油を使用して発生させた 3000PSI の圧力によって各装置が作動します。この 3000PSI という圧力は1方センチメートルあたり210キロの力が加わる状態であり、例えると指1本の上に平均的な大人 3,4 人を乗せるのと同じような力がかかります。油圧は通常であれば航空機内の油圧ポンプで発生させますが、今回の作動展示や整備作業をする場合には後方にあります黄色の油圧スタンドと呼ばれる油圧発生装置を使用します。ただいまから F4EJ 戦闘機429号機を使用して離陸から飛行、そして着陸までを模擬しながら作動展示いたします。ただしお客様に説明する都合上、実際の作動とは異なり大きく繰り返し作動させたり保持した状態にする場合がありますが、ご了承ください。それでは作動展示を始めます。現在 F4EJ 戦闘機はエプロンと呼ばれる駐機場に止まっている状態です。パイロットは機体の電源を入れ、主翼の端にある後方灯及び垂直尾翼と主翼付け根にある衝突防止灯を点灯させました。さて、いよいよエンジンスタートです。Thank you.
置します。エンジンスロットルを最大に上げ、スピードが上がってきました。機体の後方にある水平尾翼をご覧ください。パイロットは機体の速度が十分に上がると操縦桿を後方に引き、スタビレーターを作動させて航空機を離陸させます。機体の後方にある水平尾翼のことを F4 ではスタビレーターと呼び、操縦桿を前後に操作することによって航空機の上昇と下降をコントロールします。操縦装置を作動させて航空機を操作します。